こんにちは、斉藤直樹です。今回はパソコン工房さんからのご依頼で、パソコン工房センスインフィニティシリーズのご紹介をしていこうと思います。センスインフィニティシリーズはクリエイター向けの Windows PC で、これから創作活動を始める学生やクリエイターの卵、それとプロの現場でより快適性を追求したクリエイターに向けて作られたパソコンということなんです。それと初期の導入費用を抑えたい方にもおすすめできるモデルだということです。僕はね、普段 Mac を使って絵を描いているんですが、Mac と Windows PC で絵を描いた時に何か感覚の違いがあるのかについても最後にお伝えしていこうと思います。この動画を見ていただければ、お絵かき用のパソコンが欲しいんだけど、でもどのパソコンを買ったらいいのか全然わかんないというお悩みを払拭して、お絵かき用パソコン選びのヒントにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。内容物紹介。はい、まずはパソコンの中身を取り出してみましょうか。箱を開けると、はい、こんな感じで PC 本体と付属品が収まっていますね。取り出して中身確認します。本体を360度お見せしますね。前面かっこいいロゴが配置されていますね。そして側面、一箇所ネジ止めされているので、ここから開けられるんだと思います。で、背面、USB Type A の端子が4つと USB Type C が1つついていて、そして LAN ポート、それとスピーカーの入出力とマイク入力がついています。そして下は映像出力のミニディスプレイポートが3つついています。はい、3つついているっていうことは3画面同時接続してトリプルディスプレイにできるっていうことですね。画面が広々使えてお絵かきがはかどりそうです。で、逆側の側面と、はい、正面に戻ります。そして上の面に電源スイッチがあって、で、ここにも USB Type A の端子が2つ、その横にイヤホンジャックがついていますね。電源スイッチがね、この位置なのは押しやすくて地味にいいです。シンプルで無駄のないデザイン、持った感じもね、そんなに重くないので置く場所に関してはそこまで迷わないと思います。はい、いい感じですね。その他内容物に関してはこんな感じです。左から保証書、マニュアル類が入った袋があって、キーボード、マウス、そしてミニディスプレイポートのアダプターが3本ついていて、で、一番右側が電源ケーブルになっています。一点注意なのはね、ミニディスプレイポートのアダプターはついているんですが、ケーブルがついていないので、これについては自分で購入する必要があると思います。そこだけご注意ください。はい、内容物に関しては以上です。早速この PC を使ってお絵描きしていきましょうか。実際にお絵描きしてみる。はい、まずはラフです。今回はチャンネルマスコットキャラクターの渚ちゃんの横顔を描いていってみようかなと思います。今回はね、具体的にどんな絵を描いてほしいっていうご依頼はいただいていないんですけど、どうせならイラストを描いた方が皆さんも自分が使うところを想像しやすいですよね。特にあらかじめ実験というか、きちんと描けるかどうかなど調整したわけではないんですが、全く設定をいじらなくても処理速度など気になる点はね、今のところ感じませんね。過去何度かね、 Windows でお絵描きした時にはどうしてもスペックが足りないパソコンで絵を描くとね、もうこの時点でなんか線がカクつくなとか、思ったようなペン運びができないなとか、感覚的な違和感を感じてしまうことって少なくなかったんですが、今回使わせていただいているパソコン工房センスインフィニティ、全然そういった違和感を感じません。はい、とてもいい感じですね。はい、というのもパソコン工房のセンスインフィニティシリーズは動画編集、イラスト制作、写真編集、 CG 制作、そして音楽編集など多種多様なクリエイターニーズに応えるべく、用途ごとに必要なスペックを検証しているそうです。これから創作活動を始める学生や初期の導入費用を抑えたい方に最適なコストパフォーマンス重視のパソコンや、プロの現場でのより快適性を追求したパフォーマンス重視のパソコンまで幅広く取り揃えておりますとのことです。ということはね、このパソコンはお絵描きに特化した PC として作られているわけです。描いてみて快適なのはそういう理由があるからなんですね。センスインフィニティシリーズは最新のプロセッサーやグラフィックカードを搭載したパソコンをいち早く提供し、最新のテクノロジーを活用した創作活動をサポートしますとのことなので、クリエイターとしてはね、これはすごく頼もしいですね。描画速度の実験。
はい、ここで単純に描画速度の実験をしてみたいと思います。やっぱりデジタルで絵を描くときに一番重要なのって書き心地だと思うんですよね。ペンでね、紙に書くようにスッスッってね、ペンを素早く動かしたときにパソコンの処理速度が遅いとペンが後からついてくるみたいな現象があって、それに悩まされてしまってパソコンでのお絵描きを諦めてしまうっていう人、まあ、結構多いと思うんですよ。それがないかどうかはやっぱりあらかじめ潰しておきたい不安だと思うので、動画で分かりやすく解説しておきましょう。ソフトはクリップスタジオペイントを使用しています。まずは少し細めの線をグリグリグリっと素早いストロークで引いてみます。はい、かなり容赦なく素早いペン運びしてるんですけど、遅れなくついてきますね。もう少し太い線でも、はい、グリグリグリ、うん、大丈夫そうです。全然ね、遅れは感じません。そして漫画とかでよく使う網掛けみたいな線、これはね、かなり素早くペンを動かす必要があるので少し不安ですが、やってみます。シャ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 、いいですね、いいですね。少しも遅延を感じません。はい、これならすごく感覚的に作業できます。あとはちょっとこれはね、処理が遅いパソコンだときついんですが、線をめちゃめちゃのぶとくして、しかも素早く書いてみますね。グリ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 、お、あ、すごい、こんなに太くしても遅れは微塵も感じません。お、すごくパワフルですね。同じ太さの消しゴムで消してみても、はい、グリ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 、はい、あ、いい感じです。ペンの遅延は感覚のズレにつながっちゃうので致命的なんですが、今のを見ていただけるとわかると思います。全くその部分は心配なし。さて、さらにフィルターの処理速度も試してみましょうか。今回はぼかしツールを使って処理の速さを見てみます。フィルターからぼかしを選んでと、スライダーを素早く動かして処理の速さを見てみます。スッ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 と、はい、どうでしょう。スライダーをスライドさせた瞬間にぼかし具合が調整されて、全く遅延なく適用されていきますね。ぼかしフィルターに関してもめちゃくちゃ速くて快適な処理速度です。これはストレスなく絵の仕上げ作業もこなせると思います。はい、素晴らしいです。線画を描く。さてさて、それでは線画に移っていきましょうか。おお、これはとっても描きやすいですね。ラフはね、結構雑に描いているので、細かい部分は無視して描いていっているところがあるので、正直ね、あんまりシビアに細部の処理を気にしていないところはあるんですが、清書の線を描くときってどうしてもちょっとした遅延だったり処理落ちのようなブレみたいなのが気になったりするんですよね。特にペンを画面につけた瞬間だったり、線の描き終わりなんかにそのちょっとした違和感を感じることがあります。そういうのってね、素人目からするとパソコンが悪いのか、ペンタブが悪いのか、それともソフトが悪いのかって、もう判断がつかなくて永久に悩まなきゃいけないこと割とあります。ただ少なくともこの PC には今のところそういった不具合を感じません。とてもスムーズにお絵描きできています。かなりお絵描きに最適化されたスペックのパソコンと言えるでしょう。はい、ここで改めて PC のスペックを紹介しましょう。飯山センス M37M144FNBX Windows 11 フォームはインテルコア i5 プロセッサー 14400F と NVIDIA T400 4GB を搭載している要求性が高いクリエイティブ作業のために設計されたミニタワーモデルです。センスインフィニティ M クラスの小さなボディの中に凝縮された機能美、さらにミニタワークラスを超える冷却性能によって CPU、GPU の発熱を抑え、高いパフォーマンスを引き出し、様々なクリエイティブ制作が快適に行えるワンランク上の性能を実現しているそうです。着彩する。さあ、最後は簡単にですが着彩も施していきましょう。クリップスタジオは選択ツールが優れていて、少しね、隙間が空いた線でもその隙間を無視して中身を塗りつぶせるんですが、うまく塗りつぶしができずに隙間から塗り漏れてしまった場合、広範囲を画面全体を塗りつぶしてしまう場合があります。そういった時にスペックが足りないパソコンだといちいちね、やり直しに時間がかかってイライラしちゃうことってあると思うんですが、この PC はそういう場面でイライラさせられることなく、すっと間違った処理を取り消しすることができてストレスがないです。これはね、ミスした時にも安心できますね。あ、安心といえばね、パソコン工房さんは保証もきちっと整っております。安心の無償1年保証付きはもちろんのこと、自分の用途に合わせてパーツのアップグレードが可能な BTO、 つまりビルドトゥーオーダー、受注後生産方式で注文可能です。その他オプション商品の同時購入からさらに大きな安心を得られる延長保証まで幅広く選
選択していただけますということなんですね。はい、といったところで渚ちゃんのイメージカラーである黄色で画面全体を整えていったら、パソコン工房センスインフィニティを使ってお絵描きしてみた渚ちゃんのイラスト完成です。描き心地の比較。さて最後にね、いつも使っている Mac と今回ご提供いただいた Windows PC の書き心地の比較なんですが、いやー、書き心地だけを比べるとね、いや、僕が使っている Mac の値段確か100万円前後していて、書き心地はね、いや、まあんまり言いたくないんですが、まあ、正直そんなに変わんなかったですね。パソコン工房センスインフィニティの方がかなりお安いので、いくらねイラストに特化してるって言っても、まあでもそこはうちの子の方が描き心地上やろって思ったんですが、少なくともね今日描いた絵に関しては、いや悔しいですけどそんなにね差はないです。っていうかね、普通に描きやすい。はい、書きやすかったです。まあ、僕がね Mac 使っているのってその他のね細かなこだわりがあるからなんですよ。インターフェースとかねデザインとかがかっこよくて創作のテンションが上がるとか、あとはね Windows って様々なメーカーが出しているので、何かトラブルが起こってその度に対処法を調べなきゃいけない印象があったので、 Mac だとねそういうことが経験上少ないのでそっちを使うようになったという経緯はあるんですが、でも今回の企画でね Windows の魅力を再認識できました。今回のセンスインフィニティ M クラスはデザインがシンプルモダンでフラットデザインが採用されていて、どこに置いてもね自然に馴染んでくれると思います。そしてパソコン工房では24時間365日体制でサポートを受けられるということなので、何か問題があった時にも安心です。専門の技術者が全国の店舗でサポートしてくれるので直接相談に行けるっていうのも大きなポイントですね。使いやすくて絵がストレスなく描けて、それでいて安価で安心なパソコンを探しているんだよっていう人にとってはね、このパソコン工房センスインフィニティ最高だと思いました。あとこれ結構大事なことなので最後にお伝えすると、今回お絵描きしている映像も同じ PC を使って録画しているんですが、録画しながら描き続けていても処理が重くなることなくスムーズに作業が続けられました。最近はね絵を描いているところを録画したり配信しながらイラストを描くっていう人も増えていると思うので、そういった点でもパソコン工房のセンスインフィニティシリーズ、クリエイターにとっては安心なチョイスなんじゃないかと思いました。といったところでいかがだったでしょうか。今回紹介したパソコン工房センスインフィニティの情報は概要欄に URL を載せておきましたので、興味が出た、検討したいという人はですね、ぜひぜひそちらから確認してみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。